はい、皆さんこんにちは、ゆずこです。それでは今回なんですけども、キャッシュレスには欠かせないモバイル Suica。普段の使い方やメルペイからの便利なチャージ方法も解説ということで、まあ、電子マネーでもかなりのシェアを誇る Suica なんですけども、その中でもスマホの中に入れて使えるモバイル Suica について、僕なりの使い方をサクッとお伝えしていこうと思います。まあ、もしかするとこんなこと当たり前やんとか、まあ、すでに知ってるよという方も中にはいらっしゃるかもしれませんが、そこは優しい目で見ていってください。まあ、そもそもモバイルスイカ モバイルスイカって何ぞやというところなんですが、まあカードタイプではなくて、その名の通りモバイルスイカなんで、スマートフォンの中に電子マネーのスイカを読み込んで使うことができる決済方法です。ちなみにカードタイプのスイカを持ってなくても使うことは可能です。まあ僕自身はカードタイプのスイカは持っていなかったんで、新規で会員登録をして実際にモバイルスイカを使ってます。まあこの画像で言うと右の方ですね。 で、このモバイル Suica が使える端末なんですが、iPhone でしたら iPhone7 以降に出てるシリーズであれば OK です。Apple Watch の場合だとシリーズ2から使えます。Android の場合はお財布携帯が対応していればモバイルスイ s u i c a は利用可能となってます。一応まあ念のため公式ページでご自身の端末が使えるか事前にチェックをして,いこうしておくことをお勧めします。そしてまあここからは僕が普段モバイルスイ s u i c a をどんな場面でまあ使ってるか、どんな風にチャージしてるかっていうのをお伝えします。 で、普段使ってる場所その1ってのはこちらですね。鉄道関連の JR、西鉄電車、たまに地下鉄ということで、まあ、鉄道自体の利用頻度はそんなに多くはないんですが、なんちゃかんちゃ使います。ちょっともう街の方に行ったりとか、あと田舎の方に行ったりするのもほぼほぼモバイルスイカですね。やっぱりこう、切符を買う手間がなくて、スマホをピッとかざして、改札を通れるっていうのはめちゃくちゃ便利です。けどま、改札を通るために、あまりモバイルスイカを利用されてる方を見かけることはあまり多く 多くはないんですよね というのも、今僕が住んでいるこの福岡県では、ほとんどの方はこれらの3つの電子マネーを使っている方が多いからかな、というふうに思ってます。福岡市交通局が発行している早加県、西鉄発行のニモカ、JR 九州のスゴカ、多分これらがあるので、やっぱりこう、モバイルスイカを使っている人があまり見かけることが少ないな、というふうに思います。次、僕がモバイルスイカを使っている場面、その2なんですけども、もうこれはもう台風とかお構いなし、どんな時でも元気に走るで有名な西鉄バスですね。 まあいや、電車よりかは、この西鉄バスの方がどちらかというと個人的には使えます。というのも、まあ今お伝えしたように、あの、それこそ台風とか大雨とか関係なしに、大体西鉄バスは動いてくれます。しかも、西鉄バスが運休した時は、あの、ツイッターのトレンドとかに上がったりすることがあるので、まあそれはそれで一つのネタになったりしますね。まあそれぐらいかなり頑張ってくれている西鉄バスなので、まあなのでここではよくモバイルスイカを利用しています。 次にその3ですが、駐輪場です。まあ趣味で自転車でいろんなところに行くことがあるんですが、ここ最近駐輪場も電子マネーが使えるところが多くなってる印象です。今出てるこの画像は博多駅付近の駐輪場なんですが、ご覧のように早川県、そしてもう一つ赤く IC のマークがあるので、交通系 IC カード全般が対応してるということです。まあ毎回駐輪場で小銭を出す手間っていうのは省けるので、まあ様々な駐輪場ではかなりこのモバイルスイカっていうのは活躍しています。 そして次にチャージ方法なんですが、これに関してはかなり人によってはバラバラだと思います。スイカの機能があるクレジットカードを使ったりとか色々ありますが、僕がよく利用しているチャージ方法は、このメルペイを使ってのチャージをよく利用しています。 まあ、理由としたら大きく二つあります。こちらですね。メルカリの売上金が使えるポイント失効を防ぐということで、このメルカリの売上金が使えるのは本当に大きくて、自宅にある不要品をメルカリで出品して、もちろんそのままメルペイで決済してもいいんですけども、先ほどお伝えしたように僕は何かとモバイル Suica を使うことがあるので、まあ、よくこのメルペイからチャージをしています。 そして、このポイントの失効を防ぐということですが、これどういうことかというと、現在、まあ、メルペイでは、ススメルペイであったり、キャンペーンとかでもらえるメルペイポイントの有効期限が結構短めで60日だったりとかします。もちろん使い切れれば全く問題ないんですが、もしそのメルペイポイントを使い切れない場合は、このポイントをモバイルスイカにチャージして使って逃がしてあげることができます。なので、もしこのススメルペイでポイントをもらった方は、今からお伝えする方法でメルペイにチャージして 見てくださいやり方は結構シンプルです。ちなみに僕は iPhone ユーザーですので、モバイル s u i c a のアプリをインストールして、メルペイを使っている状態でお伝えするので、そこだけ事前にご準備をお願いします。それでは、モバイル s u i c a のアプリを開いたらご覧のように残額が69円の表示がされています。そして、ここの Apple Pay のマークをタップして、そうするとこのようにチャージする画面が表示されるんですが、楽天カードではなくてメルペイでチャージを行いたいので、 ここのマークをタップして、そうすると、Apple Pay に登録しているカードの一覧が表示がされます。ここでメルペイの電子マネーをタップして、今回試しに1000円をチャージするので、このまま右上の iPhone のスリープボタンをダブルクリックします。こちらのマークですね。そうすると、ご覧のように上に1000円チャージと表示がされて、これで残額が1069円になったということになります。これって本当に楽チンですよね。ちょっとだけ流れをまとめると、メルカリで物を売って、 で、メルペイで使ってもいいんですが、その売上金をモバイルスイカにチャージすることができるので、ID 決済でも使えて、モバイルスイカでも使えるので、ほんとこの組み合わせは使い慣れたら結構やめられないです。 まあそんなこんなで今回はモバイルスイカそしてメルペイからのちょっとしたチャージ方法についてお伝えさせていただきました。まあモバイルスイカについては多分使い方とかチャージ方法については結構人それぞれだと思います。今お伝えしたメルペイもメルカリを活用してない方からしたらムムムって思うかもしれませんがもし今後メルカリとかメルペイそしてモバイルスイカを利用される方はぜひこの方法で試してみてくださいということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。